はい、皆さんこんにちは、かっちゃんです。いやはということで、今日はなんでこんな発狂してるかと言いますと、おとついくらいにテレビで武蔵野コーヒー店っていうのが東海では岐阜県に初上陸したってことで行ってみたんですけど、めっちゃ混んでて、もう駐車場も満車で、待ち人数も20人とか、そんな具合すごい並んでて、スフレパンケーキとエッグベネディクトをお目当てで行ったんですけど、もうめっちゃ混んでて食べれなかったので、だったら家で作ろうということで、今日はふわふわのスフレパンケーキに上にエッグベネディクトのポーチドエッグを乗せて、ふわふわスフレパンケーキ with エッグベネディクトを作っていきたいと思います。はい、今日ね、エッグベネディクト、ポーチドエッグ、ポーチドエッグなんかどうでもいいんだよ。ワイはそのグミが欲しいんだよ。お座りしちゃったよ。それでは早速作っていきましょう。まずスフレパンケーキを作っていきます。卵を卵黄と卵白に分けておきます。卵黄1個はオランデーズソースに使うので、卵黄は1つの容器に、卵白は1つの容器に分けておきます。取り分けた卵黄に薄力粉 20g、 ベーキングパウダー 2g をふるい入れ、牛乳大さじ2も加え混ぜ合わせていきます。分けておいた卵白に砂糖 15g を加えながらメレンゲを作っていきます。角が立つくらいまでしっかりとメレンゲを泡立てたら、先ほどの卵黄に4分の1を加えてよく混ぜ合わせます。混ぜ合わせたものを泡立てた卵白に加え、そこからすくって切るようにさっくりと混ぜ合わせます。メレンゲを潰さないように生地を混ぜ合わせたら、ガスコンロの上にホットプレート、ホットプレートが温度調節がしやすいので、今回もホットプレートで焼いていきます。弱火でホットプレートが温まったら、バターを全体にひいて、先ほどの生地をこんもりとこんもりともっこりと置いていきます。生地を置いたら少し水を加えて、高温から弱火で蒸し焼きにしていきます。ちょっとこの間の時焼きすぎたんで、もうこれくらい、半熟くらいでひっくり返してみましょう。ちょっとバターが焦げてるから取ろう。ポン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 。ではこのまま逆面も保温で焼き色をつけていきます。よし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 、いい感じに焼き色がついたら、パンケーキはこんな感じで完成なので、お皿に盛っておきます。はい、ではパンケーキが出来上がったので、ポーチドエッグを作っていきます。水1リッターにお酢を 100ml 加えて沸騰させていきます。はい、ではお湯が沸騰したら、菜箸などでかき混ぜて渦を作っていきます。トルネードスピンアタック。ここに割った卵をそっと入れていきます。よいしょー、トルネードスピンアタック。卵今ね、こんな感じで丸まったら、あとは余熱で2分ほど火を通していきます。では今2分経ったので、そっとすくってあげて、氷水の中で冷やし固めていきます。はい、では最後に上にかけるオランデーズソースを作っていきます。先ほど分けておいた卵黄にブラックペッパー少々、塩少々、レモン汁少々を加え、混ぜ合わせたものを湯煎にかけながら、溶かしバターを少しずつ加え、マヨネーズ状になるまで混ぜていきます。ソースを混ぜ合わせたら、お皿に盛り付けていきましょう。パンケーキはこんな感じで、この大きいのにポーチドエッグを乗せようと思います。とっても便利なカット野菜、ちょっとしなびてる野菜をこう盛り付けまして、ベーコンを欲張って2枚、先ほどのポーチドエッグをこの上にトロンと乗せてあげます。で最後にこのソースをタラリラリラン、ちょっと分離してますね、分離してますね。
よし。はい、ではこんな感じで武蔵野コーヒーに行けなかったから作ってみたふわふわスプレーパンケーキ with エッグベネディクトの完成です。じゃあ今こんな感じでできました。今回は武蔵野コーヒーってところがめちゃめちゃ気になって行ってみたら本当ねすっごい混んでました。なんかスカイラークがやってる系列のコーヒー店らしくって埼玉にはすごいたくさんあるみたいですね。また今度行ってみようかなと思うんですけど今回は作ってみました。武蔵野コーヒーが飲めないからクラフトボスコーヒー、くー安くて美味しい。わー、エッグベネディクトってテンション上がるよね。卵の黄身をたっぷりつけていただきます。ベネディ大統領。本家のメニューはパンケーキはアイスつけたり生クリームが乗ってるメニューが主で、こうエッグベネディクトはエッグベネディクト自体がマフィンなのかな、マフィンの上に卵が乗ってるメニューになってるんですけど、まあ、今回ね2つを一緒にしちゃえって感じで合わせてみたんですけど、この塩っ気のあるベーコンが甘さと辛さが絶妙な感じで意外に美味しい組み合わせになってます。パンケーキもね、パンケーキもふわっと口の中でこうなくなる感じが何とも言えない食感で美味しいです。スフレパンケーキも作るの難しいかなと思うんですけど、メレンゲをしっかり泡立ててできるだけ潰さないように焼けば簡単にできるので、メレンゲをねできるだけ潰さないように焼くのがポイントなんじゃないかなと思います。食べますか。フォトジェネリックやる。いただきます。あ、美味しい。オランディーズソース。レモン入れた。爽やかな味がする。あれ爽やかやろ、うん、爽やか3組やろ。楽しいそこ虫かよ。うん、はい、ということで今日は武蔵野コーヒー店風スフレパンケーキ with エッグベネディクトを作ってみた動画でした。東海初上陸ってことで今スフレパンケーキ流行ってますし、結構武蔵野コーヒー店さんは値段もリーズナブルなパンケーキだったので気になる人ぜひチェックしてみてください。自分もね近いうち行こうかなと思ってます。なかなか店舗がない人もこんな感じでスフレパンケーキ手軽に作れますので気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイスフレー。あーもうこうなったら意地でも行く。